ニコン Z7II 忘れちゃいけない初期設定の変更5点。ニコン Z7II の新機能の中には、初期設定ではオフになっているものがあるのでオンにする必要があります。 Z7II を購入したら真っ先に行うべき初期設定の変更を5点紹介します。その1、フォーカス位置の記憶。これまでは鉄道撮影で置きピンをし、電源を切るとフォーカス位置が動いてしまいました。第2世代からはセットアップメニューの中にフォーカス位置の記憶が入りました。これをするにすれば、電源を切ってもフォーカス位置は変わりません。その2、ライブビュー情報表示の消灯。静止画撮影モードでは動画撮影ボタンに割り当てられているので、赤いボタンを押すだけで構図の邪魔になる表示が消えます。動画撮影モードでは割り当てられていないので、カスタムボタンに設定する必要があります。カスタムメニューの G 動画、 G2 カスタムボタンの機能で好きなボタンに自分で設定します。このように構図を隠してしまう表示を消すことができます。その3、シャッタースピードの延長。これまでシャッタースピードは30秒までしか設定できませんでしたが、これからは900秒まで設定できます。カスタムメニュー D 撮影記録表示、 D6 M モード時のシャッタースピード延長をするにします。これでマニュアルモードで900秒までのシャッターが切れます。新機能ではありませんが。その4、ファイル名の変更。ニコンのデジタルカメラのファイル名はどの機種も初めに DSC がつきます。このままではどのカメラで撮ったのかわからなくなるので、 NZ7 などに変更しておくと便利です。重大なミスを防ぐために、その後カードなしレリーズのロック。撮影したのにカードが入っていなかったというミスを防ぐために必要です。セットアップメニューのカードなしレリーズを禁止にしておきましょう。この設定をすれば Z7II の新機能を使って高精細で美しい写真を撮ることができます。